ヤヌシ・コレビン・ミッケ保守王党派クラブは、ポーランドのカトリック系保守主義者が集まって1988年3月7日に設立された超党派の組織。現会長はアダム・ビエロムスキ。保守本流各派の交流を通じ、ポーランドの王政復興を目指している。ポーランド王国の復活とその国家主権の強化を提唱しているため、欧州連合の統合に関しては、 会議的な態度をとっている。プロファイド、レイジェイ・レゲのモットーは、旧ポーランド・リトアニア共和国のもので、現在でも白足勲章に表記されている。ベルトランドこのクラブは、1922年に設立された、保守党を母体に1926年に、クラックフで組織され後に解散した同盟の組織、保守王党派クラブの後継組織として活動している。会員には、 ブラジル帝国の皇太子ベルトランドでオルレアンスイブラガンサも名を連ねている。2010年のポーランド大統領選挙に際しては、会員のうち政務議長で、共和国派党党首のマレク・ユレクと、リアルポリティクス連合党のヤヌシコルビン・ミッケが出馬した。ありがとうございます。